短いやつを取ってみるけど、蓋なってるでしょ、土で、はい、はいはいはい、ね、この中に、まあ、両側こう蓋なってるんだけどさ、はい、で割ってみっか、これ一本無駄にするけど、すいません、筒の長さ、そうそうそう、ああ分かった、いっぱい入ってるでしょ、はい、これ一匹一匹ハチなのよ、今入ってる状態、そう、これ今要するに寝てるわけ、うん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 、うん、これが春になるとバーッと出てくるわけ、へえ、うん、これってのは基本的にさくらんぼ農家さんはみんなこういった感じ、まあ、みんなしてるかしてないか分かんないけど、してる人もいるっていうことね、はい、うん、これ一匹一匹入ってる、今これ汚れてるからあれなんだけど、あ、分かりますよ、うん、まあいいや、これね、でこんな眉なのかわいいですね、そうそう、結構かわいいのよこれ今、撮ったやつ、そうそうそう、これ撮ったやつ、長さ入ってると、まあ、土なんかこれついてるからさ、綺麗にすると、うん、こんな感じのね、はい、結構綺麗な眉なの、はあ、うん、でこれがブンブンブン出てくるわけだ、来年の4月ぐらい、そう、なる、そうそうそう、だからまあこれがじゃあ今の筒が、そう、今の筒はだからこうやって三重の状態でこうじーっと待ってるわけ、これですよね、そうそうそう、だからこれはまあ、一般土着のやつがいるんですよ、あんまりこういうのは見たことないでしょ、見たことないですね、